南田正明は、日本中央競馬会の元旗手で、美穂トレーニングセンター、萩原清志旧社所属の調教助手、JRA 調教師の南田道夫はジップ。愛称は、南ちゃん。茨城県稲敷郡美穂村出身。競馬学校第19期生として2003年にデビュー。同期には、松岡忠氏会などがいる。初起城は2003年3月1日の、 第3回中山大1日目の第4レースで仕掛け人に起乗。15等立てのレースで14着であった。初勝利は同年4月6日の第1回福島大2日目の第6レースで AP トルファンで挙げた。所属旧車であった加藤周保旧車や父の道を旧車を中心にデビュー年以来200を超える起乗場を集め2005年には父の管理場で 重症競争への初起乗や特別競争初勝利を記録するが、加藤九社の定年解散に伴い2006年3月よりフリー機種へと転身する。フリー転向と同時に、見習い機種から外れ、負担重量減免の得点も失効。2006年以降は年々その起乗数と勝利数を減らし、2007年には起乗場確保のため、障害競争への起乗も経験しているが、これは、 当年限りで終わる。2008年以降は、再度平地競争に専念となったが、その後も特筆すべき実績を得られず、2011年3月31日付で、現役を引退し、調教助手へ転身した。ありがとうございます。